では、パート2のトロピカル数学入門に入りたいと思います。僕ここではあのトロピカル数学の基本的な、前半はあの基本的な計算のサンプルです。で、後半から少しトロピカル代数期っというか、トロピカル機間の基本的な、まあ、ここで言うとハイパーサーフェスってやつとニュートン図形ってやつの話をしようというふうに思っています。で、まず最初にですね、あの、なんでトロピカルという名前なんだっていう話。で、これは ダイア・マクラーゲン。まあ、あの、冒頭の、あの、めのところも参考文献として紹介しました。彼女が、あの、面白いことを言ってますので、もともと深い意味なんかなくて、のフランス人の,あの数学者が、その、この分野で最初に、あの、仕事をした、あの、ブラジル人の数学者を、まあ、褒めようと思ったのかでトルクカルって名前を使っただけだ。 で、それは、あの、まあ、辛辣なことを言ってますね。で、それはフランス人のブラジルの味方を表してるだけなんだっていう、バカなこと言うんじゃねえみたいな、そういう感じで話ただ、このダイマ・クライガンっていうのは、この、あの、トルピカ大好きの代表的な人物、女性の数学者ですから、とても優秀な人ですね。 で、実はこういう名前はないんですけど、すでに1990年代に、あの、これは来月のセミナーでも紹介しようと思いますけれども、あの、あの、ローベルっていう数学者が、リニアカテゴリー、線形カテゴリーとその応用っていうのを下の式に見てほしいんですけれども、A プラス B が A と B のミニマ、それから a かける b が A たす B になるっていう数学をすでに、 あの、展開してるんですね。これは1986年の有名な論文があるんですが、それは来月また紹介できたらというふうに思っています。で、トロピカル数学なんですが、ちょっと変わった世界なんですね。とてもよく似ているんです。まず両方の世界に数が存在し、これは同じ数なんですね。両方の世界では数同士の大変算掛け算といった計算が定義されています。 計算が定義されているってことはある数同士の計算の結果がある数に等しいという等式が定義されていることですね。等式の扱いや論理的な数の仕方は同じ数学の論理に従います。で、こういう二つの世界に類似て一番重要なことは具体的な数については同じ数が存在する。で、例えば我々の普通の世界2024と整数が存在するとすると、トルくの世界にも整数2020が存在するんです。 きちんと対応する数。同じ数を通じて対応していく。で、整数だけではなくて、我々の数の世界には実数も複数数も存在するんですけれども、これはすべてトルクカイの世界にも存在します。で、2つの世界の数は一致して同じものなんですね。で、王の数学の最大の違いは、足し算の掛け算の定義が違うことなんです。で、普通の計算とトルクカイの計算を区別するために、トルクカイの掛け算と足し算を あの、こういう記号で表すことにしましょう。掛け算と足し算の定義が次,次になります。x ×ける y。まあ、トリプラルあの積ですね。これは x プラス y。これは普通の世界での x プラス y。だから x プラス y っていうのは x と y の最小、あるいは最大。で、まあ、この足し算の定義が2つ出てきたんですが、実はトリプラルの世界は足し算が最小で定義される世界、足し算が最大で定義される2種類があるんですね。 両方の世界は掛け算の定義はプラスで定義されるのは同じです。で、前者をトリプル数学ミニプラス、ミンプラス、後者はトリプル数学マックスプラスというふうに呼びます。トリプル数学という場合、二つのうちどちらかの定義を取ったかを明確にする人は、実は今回このパート2はミ,ミニプラス、ミニプラスなんだけど、パート3のトリプル数学はマックスプラスなんだよね。まあ、それはあらかじめ、あの、違うんだ。 っていうふうに述べておけばいいんだと思いますけれどもね。で、この今回、パート2ではミニプラスで3分の説明をします。で、まあ、これは同じ数を共有して、あの、計算の、あの、最初は少しちょっと、あの、戸惑うかもしれないんですけれども、あの、基本的には我々がよく知ってる普通の世界の計算に戻して考えること。 で、マックス、あの、トロピカルの数の世界直感、直接は聞かないわけで、それは同じ数なんだから、我々がよく知っている普通の世界で計算を考えるということですね。で、その辺をちょっと周り黒く説明しているんですけど、まあ、これにちょっと時間がないので省略します。でちょっと練習してみましょう。なると簡単です。例えば 4×5 っていうのは、この赤いところは、 あのトロピカルの世界ですね。で、それは我々の世界では4たす5になるんで9になる。20になるわけじゃない。3プラス100っていうのは、これはトロピカルの赤で書いてあるトロピカルの世界で3たす100っていうのは3と100のうちの小さい方ですが3にあります。それから7る5プラス7る6これは赤い字はトロピカルの世界ですね。 青い字が普通の世界ですね。で、7×5 は7プラス5になります。でこれはトロピカルビアの世界でも掛け算が、あの、結合性が強いっていうふうに思えば、そこを括弧はないですけど、先に計算したらいいですね。で、7×6 は7プラス6になって、結局これは12プラス13。ただし、12と13のトロピカルな和になります。 で、12と13のトロピカルの和っていうのは普通の世界では12という項と13という項の小さい方を選べっていう演算なので12が返ります。これはどうでしょう。か 7×5 プラス6。これはカッコがついてるんで、カッコの中を先に計算します。これは7、このけ×はトロピカルですね。ただ5プラス6、トロピカルの5たす6っていうのは5と6のうちの小さい方を選べっていうことなんで、 これは5になりますね。だから 7×5。トロピカルクから 7×5 で、これは12になります。これは上と式、実は同じ結果になりますね。これは分配率ってやつを実際に計算してみてるだけですね。分配率成り立つんですで、加算と乗算の加換性は、普通は x プラス y は y プラス x、xy は yx であることを言います。 で、これは、あの、だから、鳥の世界でもこの可感性が成り立つんです。X プラス Y っていうのは、ミニの XY なんで、XY の小さい方を選べって言うんだけど、それは Y と X の小さい方を選べと同じなんで、X プラス Y は、あ、トロピカルの X プラス Y は、トロピカルの Y プラス X になります。かけ算も同じですね。X かける Y っていうのは、 トリプルなの X プラス Y っていうのは、あの普通の世界、X プラス Y なんで、X プラス Y は普通の世界では Y プラス X と等しいんで、これをもう一度トリプルに戻すと y、y る x になって、これは加算性が成り立ちますね。で、分配率、先ほど見たら、先ほど上と下は両方とも12になったんですが、これは x か y る x っていうのは、x あの、かけ算は足し算ですの、ね、で、X と右の YZ を足したものですね。 で、これは要するに、x プラス y と x プラス z の小さい方を選べばいいわけで、これを再びトロピカルに戻すと x x、x かける y で、x かける y とのその右の長い、あの、ブルーの x プラス y の部分ですね。それから、あの、ブルーの x プラス z はトロピカルの x かける y になって、ここでも分配率が成り立ちます。で、加算のゼロ元。 普通の世界では2の x について x プラス0イコール x ですね。だから加算の0減っていうのは、まあこれ中立減と呼んだりもしますけれども、加算の0減は0ですね。トリプルの世界で2の x について x プラス z が x になる。で、すなわち x プラス z はミニ xz で x を満たす。z は存在するでしょうか で、これは X にプラス無限大を置けばいいです。どんな数もプラス無限大よりは小さいので、これトリプカル数学の加算の0元はプラス無限大と置けばいいことがわかります。トリプカル数学では数にプラス無限大を加えて、その加算についての0元とします。では、乗算の単位元で、普通の世界では2の X について X×1 は X ですので、乗算の単位元は1です。トリカル数学で、 2の x について、x かける z イコール x。すなわち、x かける z イコール、と、これは x を足したものです。x と z を足して、2の x について、z を足したものが x になる。これは簡単ってか、あの、簡単で意外ですかね。で、z イコール0がその条件を満たすことがわかります。ですから、取り換え数学であの乗算の単位には0ですね。x かける0。 あるいは 0×x は0にならないです。これは x になります。で、そういうふうに0は乗算での体元になります。で、問題はですね、掛け算と足し算見てきたんだけど、引き算は定義されない。で、これは一番奇妙な性質なんですが、ですがそこでは引き算は定義されてないんです。なぜならば、普通の数学では x プラス3イコール13から x は13引く4。 で、7が、刻んで簡単に求めることができるんですが、例えば、X、トロピカルな X プラス4が13。これは解がないんだよ。なぜならば、X プラス4イコール13っていうのは、X プラス4っていうのは、トロピカルの X と4の和っていうのは、ミニの X プラス4ですね。で、X と4の最小なもの。これ、どうやったら13出てこないで、ね。で、しかもそういう X は存在しません、ね。ですから、 れ数学ででは,膝は手にされないんですちょっともう少しベクターの話をしてみましょう。であまあちょっと補足ですけどプラス無限大が加算についての0元になってで乗算次単位元になるって話はしましたで。だったら例えばこの無限大と0について A と無限大をかけたものは A と無限大足したものですから。 これは A どんなやもっての、これは無限大になりますね。ですから、それから A と0を足したものは、あの、A と0の小さい方。で、これは A の値によって変わりますね。A がプラスだったら0になります。それから A があの0小さいときには A になります。だから A プラス0の値は A の値によって変わるんです。 そピースワイズっていうか、区分ごとに変わるっていうね、言い方をしたりするんですけども、そのピースワイズに値が変わるってことが、後で見る、あの、ニューラルネットとの関係ではとても、あの、大事な役割を果たします。で、割り算。で、割り算も定義されてるんですね。この定義は次をやって、A÷B っていうのは A-B。先ほど、 悲惨ないって言ったじゃないと思うかもしれないですね。あれは赤い世界、トリプルンの世界では悲惨はないんだけど、ブルーの世界は、これは普通の世界ですから、悲惨はあります。だからそのトリプルな割り算は、普通の世界での A-B というふうに書いて、考えて構わない。ところが赤いトリプルンの世界では A-B っていう塩酸は存在しない。ということですね。 で、この定義が妥当なことは次のように考えるとわかります。B×X イコール A を満たすような X を求めようという問題を考えます。で、この時 X が A÷B、トロピカルの割り算でも答え、答えになることは次のようにして確かめます。A×B というのは B×X の,のところに先ほどあの a る b を入れたとします。で、これは B と a る b を足したものですね。これは ブルーのところは我々の世界。赤いところがトリックの世界なんで。で、そうすると、この計算は a 割る b が先ほどの定義で、a、A-B になります。これは我々の世界の計算ですね。で、そうすると B がキャンセルされて、赤い A が残ります。だから、b、B×X イコール A という X は、X イコール B オーバー A で与えられるということですね。で、そこで、まあ、割り算は定義できる。 という話です、す、まあ、基本的な数について加算乗算が定義されると、トリプカルな数で構成されるベクトリア行列への、あの行列へのトリプカル連算も自然に定義されるわけです。まあ、2つのベクトリアの内積ですけれども、で、これは、後ろの T はトランスポーズですね。で、内積です。で、これはあの2つ、対応する2つのものの積を取って、 で、で、それを、あの、要素ごと全部加えたものですね。U1×V1、プラス U2×V2、プラス U3×V2。で、これは普通の内積です。これはさトロピカルなんだよね。だからこれは、あの、足し算になって、足し算から展開すると、U1×V1 と U2×V2 と U3×V3 の 最小のものを選ぶという演算になります。で、これはだから、こういう形で、もしの元に戻すと、U1 プラス V1 と、U2 プラス V2 と、U3 プラス V3 のうちの最小なものを選ぶという演算になります。元行列、まあ、トランスポーズの場に持ってきて、こういう形になるんですが、これも同じですね。あの、その掛け算の部分を足し算に戻せば、トリプラの世界の計算に戻ります。 で、ベクノースカラ場合も同じですね。これはこういう形でそのまま、あの、3とマイナス7と6というベクターに、頭から3をトロピカルでかけると2、2かける3と2、2かけるマイナス7と2、2かける6になります。これは、かけ算は足し算になりますので、2プラス3と2、2プラスマイナス7と2、2プラス6になって5、5とマイナス5と足。全然違う数字じゃないかと思うかもしれませんが、これがトロピカルの計算です。 で、ベクトルの内積も先ほど言いました。まず、あ、先ほどちょっと一般的な話をしたんで、これは、ね、無限大とかゼロが入るとどうなるかって話を、これも見てください。これは最終的には1になります。で、行列の和。これはですね、あの、対応したところ全部トリプルルに足せばいいんで、トリプラルルな足し算の部分を、要するにミニに置き換えて、で、こういう形。これも後で見てください。で、行列の積もこういう形になってる。 これも一個一個。真ん中のブルーンとか途中の計算結果ですが、最終的にはこういう値になります。で、トルピカル多項式の話をしようというふうに思います。で、ちょっとあの、ショートムーミー途中までこのトルピカル正規の式語にこの、あの、かけるを、あの、丸で囲むっていう、あの、記号を使った時期があるんですけれども、ベクトルの話をしていて、これは転送式の同じ記号になるんで、 で、ちょっと考えて、あの、記号を変えました。でほとんどの文献、この、あの、かけるを丸で囲むじゃなくて、この点、ドットを丸で囲むを使ってます。で、今回のセッションからトリカルる制限もう変えてますけれども、これに変えます。で、今度は、あの、今、具体的な数での計算をしてきたんですけれども、このセッションから変数を、変数というのは値が決まってないけども、トリカルの数字だっていう意味ですね。 トリプカルの式を計算します。で、これからだから算術から代数へなるんですけれども、トリプカルの多数式を考えます。で、まあ今回のセッションではその最後のトリプカル多項式がどういうグラフになるかっていうのも紹介しようというふうに思います。で、これがあのトリプカル機関、代数と機関を結びつくんですね。つながっていきます。まずべき情報なんですけれども、 の、ね、整数 A として、あの実数 X の、X の A 乗のトリュカル版。これを X の型にトリュカル積をの記号の A。ただこれめんどくさいんで、あのー、XA とか、X の A 乗と書いたことにします。書くことにします。で、X の A 乗というのは X を A 回かけることなんで、で、これは X を、これ、A 個。 あの、トルカルの、あの、積を作ればいいわけで、ここが a 個あるわけですね。で、これは、こういう形で、掛け算というのは足し算になりますんで、x かける x、x プラス x プラス x これが a 個ある。で、これは a かける x です。最後のこのドットは、普通の実数の積ですね。というふうに、x の a 乗は a かける x になる。べき乗がなくなっちゃうんですよね。 で、トリプラス代数のミニプラスでは、実はの領域がプラス無限大を含むように拡大されています。この無限上、これもですね、A がプラスの場合とゼロの場合に分かれて、A がゼロの場合には、あの、無限大のゼロ上はゼロにあります。これは何でもゼロ上をすると、あの、 普通の世界一になると同じですね。で、ただ、A え、普通のせ、あの、え普通の整数の場合には、無限大をあ、無限大やると、無限上すると、無限大になります。で、トルプ型公式っていうのを、あの、導入します。で、このトルプ型のべきを、特に紛れがないかに、クスの愛情と表すことにしましょう。で、D 変数のトルプ型公式を次の形の式で、 c が頭、これはあの係数ですね。で、x1 の a1 乗、かける x2 の a2 乗。で、点点点。こういうのは変数が d 個あって、d 変数ですね。xd の a d 乗。というふうになったとします。こういうのを単項式というふうに言います。で、ここで x は実数値を取る d 個の変数です。でも c も実数値を取るものとしますが、それぞれの変数は a1、a2、AD 以上されてるこういうのを単項式。単項式にはこの単項式をみんな足したものをですね。まあその多項式を構成したのは単項式。それは係数かける変数の何とか乗っていう形をしています。で、こういうのもトロックから単項式ですね。x、x2 かける x1 かける x3 かける x1。これ順序がバラバラになってますね。 うんまあ、だけど、これはですね、あの、先ほどの、あのかか、X×Y は、Y×X だっていうような形で、順序を少しずつ変えていけば、で、これ同じ変数をまとめていくと、これは X1 が2つある、X2 が3個ある、X3 も2個ある、X4 も1個ある。という形で、X1 の次乗×、X2 の3乗×、X3 の次乗×、X4 というふうにまとめることができます。 これは普通の世界で計算するとこうなっちゃうんですよ。べきがなくなるって言いましたが、あの型に乗っている2が頭に来て 2×x プラス 3×x2 プラス 2×x プラス x4。というふうに変数、多変数のべき上で定義された単行詞がこういう形で、あの、非常にシンプルな形になります。 で、こういう4つの変数のべきを含んだ式の値の方ですね。普通、我々の世界で値を取りますから、その4つの変数のべきを含まない線形の式になっちゃう。ということです。で、トルプカル多項式っていうのは、その有限個の単項式をあのトリプカルの和の下でつなげたもの。だから、px1xn って n 変数の多項式っていうのは、A、a×x1x2xn。 で、肩にそれぞれあの何乗とか乗って、次に b かける、まあ、この n, n 個の,あの変数の肩に j が乗ってて。で、これはですね、これはあの n 個の比数を取って、これは1個、あの1つの実数を返す変数すこれは考えてみると、こうやってみると、あのそれぞれの単項式はあの、最初の a×x1 の l、あの、 i1, i2, in 乗というのは、これはこうなります。a プラス l, i1, x1. で、i1 ってのは、肩に乗っているやつが置いていく。で、i2 も同じです。肩に乗ったやつが置いていく。これをだから、次の b についても繰り返す。という形になります。このだから、べきがなくなって、それぞれの変数の線形な結合のうちの最小値というのが、この値になります。 で、トルク型公式ってのは複数の線形関数の集まりで定義されて、その最小値を取ります。で、1変数3次のトルク型公式を考えてみましょう。で、この、例えば a かける x 三乗プラス b かける x の三乗プラス c かける x プラス d。で、これは、あの変数が1個なんで、あの、あの、r から r への関数で、この値は、 あの、この、の A プラス 3X。これわかりますか ?A が残って足し算で、肩にあった3が残、前に置いて 3X になる。で、b る x の3乗は B プラス 2X です。これ、ごめん。あの、赤いところで BX の3乗、これ BX の次乗ですので、ね、3、2、1、3乗、2乗、1乗になってるはずなんで。 で、c かける x は c プラス x、d はそのままで d になります。この4値を y とすると、y は次の4つの線形変数関数の集まりで定義されています。まあ、それは右の中に入っている4つの項ですね。y イコール a プラス 3x、y イコール b プラス 2x、y イコール c プラス x、y イコール d。この4つの線形関数が、どこで最初の値を取るか、他の関数の値と比較してみるかわからないですね。 で、この4つの関数のどれが最小の値を取るかは、この式のまではわかりません。X の値が変わりにつれて、最小の値を取る関数が変わります。で、グラフを書いてみればわかるんですね。で、y イコール a プラス3 x と y イコール b プラス2 x と y イコール c プラス x と y イコールで、こういうグラフになるんですね。で、これを見ればわかりますけれども、下から見ると y イコール A プラス3 X という線と、あの Y イコール B プラス2 X という線と、Y イコール C プラス X 直線と、最後の Y イコール D っていうのは、まあ、あの、X 軸に平行な線ですね。だから、この4つの線のどこが、どこの間には、どこが最初になるか。で、これは、この点っていうのは y、Y イコール D と Y イコール CX の交点なんで、これは X イコール D マイナス C ですね。この範囲では、あ、まあ、ここの点は、 y コル c プラス x と y コル b プラス 2x の交点で x は c マイナス b になります。で、ここは y コル b プラス 2x と y コル a プラス 3x の交点で x は b マイナス a になります。だから、し交点のあの点を下で取ると、こういうふうに、左から b マイナス a, c マイナス b, d マイナス c。まあ、この順序に並んでるってことは、そういうのは一つの条件であるんですけれども。で、ここは、ここはですね、だから、この y, x が、この d c より大きいときに y イコール d がだから他の線はみんな上に行ってますね。で、ここの区間だったら、この x が c-b と d-c の間にあるとき、この直線が最小の値を取る。同じように、この x が b-a と c-b の間の値を取るとき、y イコール b プラス 2x が最小の値を取ります。で、同様に x が b-a 小さい場合には y プラス a プラス 3x が最小の値を取ります。 だから、この最小の値を取るっていうのは、X の値の範囲によって区分が分けられて、その区分の間で最小の値を取る関数が決まります。で、トルクラタ公式のグラフ、こういう,こう二次、三次式ですね。これ、B のところずっと X の三次方が、これ X の次乗ですね。こういうふうに、B、B-A、C-B、D-C という三つの区分、あの、区分で言うと、 あの、この3点で分けられた、まあ、左右分けると、1、2、3、4つの区分の間で、どの関数、どの直線が最小の値を取るかが決まります。これは図で書いてみれば分かりますね。で、このグラフのように区分によって別々の線形関数をつなげてできるグラフ。この上に凸なグラフですね。これは区分的線形関数。これは 区分的なピースワイズっていうことで言いますけど、ピースワイズなリニアコンケーブ。コンケーブという上に凸コンケーブっていうのは、あの、あの、コンベックスの逆。コンベックスとコンケーブは反対なんですけど、コンケーブは上に凸で、コンベックスは下に凸な関数です、ね。で、トロピカルタ公式が表す関数は区分的線形関数になります。 で、このセッションでは、あの、トロピカル事業規定、幾何学の対象である。だから、幾何学ってもう大げさなもんじゃなくて、ただ、y イコール x っていう式から、y イコール x っていう直線が、あの、グラフが書けるように、そのグラフで考えると、そこはもう幾何学の世界になります。前回、トロピカル多公式のグラフを見てきたんですが、そうしたグラフが、あの、直接トロピカル機関の主要な関心の対象にはるわけ実はない。 で、トロペスキャの関心は、その多項式が表すグラフの表面。表面と分かりにくいんですね。それをハイパラスサーフィスというふうに言います。で、表面をちょっと考えてみましょう。表面というと、二次元の平面を主に考えると思いますけれども、次に表面の概念が拡張できます。あの図形が与えられたとき、その表面をデルタ A で表すことにしましょう。で、この立方体、中身が入った三角錐があったとすると、この表面、これは分かりやすいんですね。 固まった中身は三角錐の表面は、こういう、あれですね。白と赤とブルーの三つの三角形の平面。これが表面になりますね。これはもっと拡張できるんですよ。この、これは二次元の平面ですね。この三つの三角形に対してその表面を考えている。で、そうすると、これはですね。 三つの三、二次元の三角形の表面は二次元を合成する線分と考えます。右側の方は色がついてないですが、これはもう面を持たないんですね。残ってるのはワイヤーフレームみたいな。で、そういう線からできているあの物体ですね。ワイヤーフレームの、これは多分線6本ある。1、2、3、4、5、6本。これが表面としての。で、この、 これは1弦ですね。だから3次元、2次元、1弦と降りてきて、これをもう一回フレームを取ると、こういう点だけが,点がちょっと大きいですけども、で、これも表面というふうに考えます。ハイパーサーフィスはだから先ほどのグラフの表面なんですよ。で、なぜハイパーサーフィスに。 あの、注目するかっていうと、そのハイパーサーフィスにとても役に立つ情報が凝縮されて入ってるからですね。中の式をちょっと見、この多公式、あ、これさん、事情がってますね。で、この値になって、で、これは次の4つの旋回関数の集まりで定義されています。で、この4つの関数のどれが最小になるかわからないけれども、最小の値、これを見ると、 ここが最初、この交点とこの交点とこの交点が求まります。だ下の方のこの点が大事なんです。で、この先ほどのそのハイパー、うん、トリプカルタ公式が、あの、うまくその特徴を捉えるのは、この交点のところで、あの、 性質が変わるってことはとても大事ですね。だからそのハイパーサイビス、ここの下の3つの点、B-A と C-D と D-C っていう点が先ほどのグラフの表面だというふうに考えます。それ前もやりましたよね。直線の線分からなるやつの表面を取れば、両端の点が残る。それと同じですね。だから、親のこの、あの、ハイパー、あの、この、ハイパー、あの、 トロピカル多項式の表面はこの3つの点になってしまいます。これがだから上のグラフのあのハイパーサーフィスはこの3点ですね。という、これにやると、これがだからハイパーサーフィスっていうのはこの P、あの、多項式 P のハイパーサーフィス P ってこの3点になるんですけども、これはこの このそれぞれの点が意味を持っていてこの x があのこの dc より大きい時にこれがこのこの px はあの線形になる。でこのこの x が c-b と dc の間にある時に px=c+x ってやつがこの範囲で px は線形になります。 で、このは、この B マイナスと X マイナス C マイナス B の間にる時あるとき、PX が B プラス 2X のとき。で、その範囲で、あの、これは当然線形ですね。当然、こっちの方では、ここでは線形。このグラフは全体では線形じゃないですね。折れ曲がってますから。ところが、このハイパーサーフィス、その区間、この区分を、 ハイパーサーフィスが示しているというふうに思うと、その範囲の中では、その線形の、あの、式が残ります。だからハイパーサーフィスというのは、だからその線形のところの、あの、まあ、これだと1,2,3,4本の線形の線で区切られた図形なんだけれども、そこが切り替わるところを、このハイパーサーフィスは表してる。というふうに、 考えればいいんですね。で、トルクラタ公式は、あの、トロピカルクラタ公式の和で定義されるんですけれども、このトルクカル公式、単公式はある旋回者像の値を取ります。トロピカルクラタ公式の値は、この単項式が作る旋回者像の組みから最小の値を取るものと決まります。ハイパーサービスはどの点で最小の値を持つ旋回者像の切り替わるかを示します。 この点では2つの単行式の選択者と同じ値を持ちます。もうちょっとハイパーファイス見てみましょう。で、今度は2つの変数が当てる単行式のハイパーサーフィス。先は、あの、あの、一時式ってか、一時式じゃねえや。変数が1個の場合には、だから、ハイパーサーフィスが3つの点になりました。 で、今度は2つの変数を持つハイパーサービスについて考えると、この三次の式、ax3 乗プラス bx4 プラス cx プラス e、普通の一般の3次の取りクみある。で、これはだから、あの、1変数なんで、3つの点からハイパーサービスができてました。今度は次の2変数、ax2 乗プラス bxy プラス cx2 乗。 プラス dy。これはまあ一般の形じゃないです。まあこれもだからあの二次のトロピカル多項式、ただし二変数のを考えます。で、これは先ほど見たようにミニで、それぞれの単項式が分解されて、a, プラス a かける 2x は a プラス 2x になり、b かける xy は b プラス xy になり、で、c かける x 以上は c プラス 2x。で、そういう、ただこれは線形ですね。こういう値を持ちます。で、この対応はここがここに対応して、 で、だから、べきはなくなって、これは X、あの、二次式じゃなくて、すべて XY についての線形の式の最小なものを探せ、ということになります。で、5つの子それぞれを XY、まあ、Z と置いて、Z イコール A プラス 2X、Z イコール B プラス XY、Z イコール C プラス 2X、Z イコール D プラス Y、Z イコール E と置いて、これ三次元のグラフ書きゃいいですね。で、こうなります。 で、これですね。これで、先ほどちょっと三次元、さっきの二次元のグラフ、一変数だと二次元になって、で、これ二変数だと三次元で Z。で、こうなって、で、この赤い線がハイパーグラフ、あの、ハイパーサーフィスなんですね。で、この線を境にして、 あの、連続じゃねえや、あの、線形な関数が切り替わります。で、ある領域は、例えば一番上は、z イコール2の時に最小の値をと。で、その下の z イコール d プラス2のこの領域は、この領域の中では、この d プラス y という線形写像が最小の値を持つ。というふうになって、この中下に。で、 まあ全部書いてるわけじゃないんで、どの、あの、値、平面が最初の値を取り入れるのか、条件は、こういう関係があることを実は仮定してるんですけどこれを、あの、赤い線。で、これは、ハイパーサーフィスは、どの点で最初の値を選択したのか、切り替わるかを示す。この点では2つの単行式のせんこれも同じですね。だから、この2元素の場合にはこうなります。ハイパーサーフィスっていうのは、どの線で、 最初の値先ほどあの赤い線がそうですね。最初の値を持つ線形写の切り替わるかを示す。この線上では2つあるいは3つの単項式の線形写像が同じ値を持つ。で、赤い線で囲まれた領域は Z が最小となる領域があるんです。この領域は1つの線形写像と表現する。で、この赤い部分はそのまま VP になるわけじゃなくて、で、サーフィスなんで、これを1次元低いところの XY 平面上で表現したもの。 で、それは簡単で赤い線から x や平面上に足を下ろせばいい。これをだからこ、この、この領域では Z は最小ですね。で、ここでは Z はあの最小値を取って線形車層、H プラス X で表現。これも全部同じですね。性質は持ってる性質は同じです。この領域で最小値を取って線形車層、線形関数 A プラス 2X で表現。こういうふうになっているわけで、これからですね、ここから下に落としていきます。そうすると、 こういう線ができて。これ赤い線を落としてブルーの線にしてるんですが、下の平面に落としてだこれで終わりかなというふうに、このハイパーサーフィス、この赤いグラフのハイパーサーフィスは、前はあの、 直線が折れ線みたいなやつはあの点になったんですが、これあの線からできてるあの表面。まあこれでも表面とは表面になるみたいな気もします、ね。これをハイパーグラフというふうに、こういう形してますね。うん、ちょっとわかりやすくちょっと歪んでるんで、こういうふうに書くと。 これ大雑把に言いますと1、1プラス X のところは、あの、上向きの矢印が平行を並んでいます。これは D プラス Y に注目すると、右側の平行な矢印が右に向いています。それから B プラス X プラス Y を見ると、えっと、左下の方向に、あの、平行な線が伸びています。だからこれ、普通、上下っていうよりも、あの、北向きに2本の線が走っていて、 あと、東向きに2本の平行線が走っていて、それから、これは南西の方向に2本の線が走ってる。で、2変数の、あの、トロピカルタ公式をハイパーサーフィスと、こういう形をしてるんですね、一般的には。で、逆に、ハイパーサーフィスが与えられたときにトロピカル多公式を求めることも可能でしょうか。例えば、次のようなハイパーサーフィス。 これは結構めんどくさいように見えます。真ん中、前みたいにきっちり分かれてるんじゃなくて、真ん中に囲まれた、これはループ、穴が開いてるんですね。2x プラス y とか x プラス y。これはトポロジー的には、あの、穴が開いてるんで、まあ、それはいいとして、これに対応した、あの、トリプルタ公式がもってもそんなに難しくないんです。この、あの、こうやれるんです。 あの、8プラス 4x の八8かける x の4乗ですね。2かける 3x が2かける、2プラス 3x が2かける x の3乗。1プラス 2x の1かける x 乗で、4プラス x の1かける x。8は8ですね。で、ここも 2x プラス y、2y は x 乗 y 事で、ここは 2x プラス y は x 乗は y。で、x プラス y は xy。で、2プラス y は2かける y。 で、y は、4y は y の4乗。というふうに、全部それぞれの領域に、あの、トルピカル多項式を置くことが、対応する多,多項式を置くまで、これは全部足したものですね。だから、これは、こういう形になります。で、これが、あの、上の方の赤い字が先ほどの、あの、ハイパーサーフィスから復元した、 あの、トリプル型公式ですね。で、それが、実はこのブルーの形のように、あの、それぞれ、あの、線形の x 1について線形のシャーソの最小値を持つものというふうに変形されるという話です。で、もう一つ。で、これまでトロピカル型公式のハイパラサーフィスに見てきたんですけれども、これは、要するに P を構成する単項式の ピースワイズ、区分的に分割された領域の中の最小値で決まりますので、ハイパーサービスの情報は役に立ちます。ただ、ハイパーサービスが持っているってことは、あるり区分上で、すべての単行式のあたを比較することにはおかなりません。これはなかなか実際には手間がかかります。今回のセッションでは、トロクカルのハイパーサービスと、あの、関連ももう一つの図形。 で、ニュートン付けってやつを紹介します。このニュートンとあのアイザック・ニュートンのことをですね、これは僕のエピソードはいいんですけれども。で、多方式をこういうふうに、あの、一般にシグマを使って表したとしましょう。で、この X があの、ベクトルだっていうのは、あの、いいんですけれども、U っていうのは、これは整数の値を走ります。ただ、この U っていうのは、 あのこ,のこの式全の、すべての、これ S が U を走、の S の源である U を走るという形になっているんですが、でこれ、違う値を取るんですね。同じ考えで、これを取るから多方式、これ、同じ U の扱いは同じなんですね。こういうふうに展開されるということなんで、ここで変数の指数部分と変数の双方ベクトルと考えると、この式は2つのベクトルを使って、この式分かりますだって ミニの au プラス u1x プラス u2x2 プラス点点点。この u1x2、u1 かける x1 プラス u2 プラス、こ,ラスラスこれ見たことある式ですよね。これは内積です。同じ i 番、1番目の要素と1番目の要素、2番目の要素に足したものなんで、これこういう形で。問題はこの u なんですよね。まあ、ニュートン図ケっトいうのは、この指数部分のベクトルだけに注目する。 ことますこの赤い線、ここの u の部分、u1,u2,ud のみに注目します。で、こうしたベクトル u、u1,u2,ud についてで、u が s に属する。で一見すると、多項式を構成する単,あの単項式の変数の指標数が全て u1,u2,ud で表せるというに見えるかもしれませんが、そうじゃないんです。大事なのは u が S, s の中を走るってことで、こうした u がたくさん、正確に言うと、単行詞の数だけ s に含まれているってことを主張してる。ですので、u1, u2, ud の要素の値は単行詞ごとに変わります。で、対応する単行詞が与えられないと、この u1, u2, ud って表記だと、変数 x1 の指数は u1 であり、変数 x の指数は u2 である。ただこういう決して関数形を示すだけなんですね。で、そうじゃない。 具体的な単項式と単語が与えられた初めて U1、U2、UD の要素の値は確定します。だからニュートン図形っていうのは、この、あの、実はそのハイパースペクスルを簡単に作ることができるんですね。第一に単項式を構成する単項式に注目して、その指数だけからなるベクトルをピックアップします。これを単項式の数は繰り返します。なので、たように単項式の値、数だけ異なるベクトルが得られるはずです。 第二にそのベクトルを D 次元の空間にプロットします。U1、U2、U で全て整数ですんで、D 次元空間の公式点にベクトルをプロットされるです。第2にプロットした点を全て包む最小のリーターを考える。これコンベクスハルって言うんですけどで、プロットした点を含む大きなリーターいくらでも存在し得るので、最小のものは一つしかないはずです。それをコンベクスハル。これも大事な概念です。 イメージ的にはプロットした点を伸び縮みするゴムあるいはゴムの紐あるいはゴムの膜で折って強く締めればいいんです。で、こうした、ね、あの立体は空間的には突如の形をしているのでコンベクス張るというふうに言います。で、この次の2変数の多項式のニュートン図形を作ってみましょう。 で、要するに、指数部だけ見るっていうことですね、ちょっと式を変形して、指数部が見やすいようにします、ね。見やすいようにのはただ 7x というのは y の項がないですね。だから、それは y の0乗っていうふうに、あのー、次にします。だから、ここの指数部は10ですね。で、8y も x の項がないですね。だから、これは 8x の0乗かける y の1乗として、 これは0、1になります。同様に 3x1、3xy。これは3を無視して、みんな、あの、指数部だけ見れば 1, 1、1になりますね。4x 乗1も2、1。x の xy 乗も1、2。x 乗 y 乗も2、2。だから結局100111211222っていうのが、あの、指数部の数字ですね。で、これプロットするとこうなります。 で、この黒い点の、まあ赤い字であの座標が書いてありますけれども、こういうやつが指数部を挙げたもので、で、この外側に、あの、この全部を含む枠ゴムでくくると、こういう五角形ができます。で、真ん中の1一は、あの、あの、実は、この、このコンペスカハルを作る上では役割を果たしてないんですけれども、こういうふうになります。もう一つやってみましょう。 これは g イコール x マイナス2乗、マイナス y マイナス2乗。ま、よ違う式ですね。で、これも先ほどのように指数部が見えやすいように少し変形して指数部のベクトルをピックアップします x。x のマイナス2乗。この y はないんですけど、y の0乗としてマイナス1、0。で、次の y マイナス2乗は、x の0乗 y、y マイナスゼ0マイナス1。で、こういうふうにやると、 で、マイナス101マイナス1 1 0ロ1 1 1という、あの、座標が得られます。これをプロットするとこうなるんですね。これ面白いですね。先ほど形が同じですね。ただ、あの、マイナス1マイナあの、位置がちょっとずれてます。でも同じコンベスカールは同じ形ですね。で、これはしょうがないです。なぜならば、このニュートン図形を作るのに、 指数部しか見てないんですね。だから指数部が同じだけど係数が違うとか、そういうのはたくさんあり得ますんで、同じ形が出てくるのは物心じゃないですね。で、今度はあ,あのトロピカル多公式のニュートン図形を作ってみましょう。で、これは 1×x の乗プラス 1×x の地上。まあこれ、同じように。これはもう暗算でできますかね。だから最初の項は20。それから02。2 それから1110100。で、これは単語紙式に対応するベクトルで、こういうのが得られて、これをプロットすると、こういうか、三角形になりますね。これがニュートン図形ということになります。で、ここでは実は、あの、このハイパーサーフィスとニュートン図形の対応関係があるんですけどまあ今回はまあ、イメージだけ。 パート3にもう少し正確な対応を述べたい,とい。とこれはこういう、まあ一般的にこういうのがハイパーサーフィスだって話をしましたが、これに対して、まあこれはもうちょっと変形したもの、まあ似たような、まああのものなんですが、ね、こういう対応がつけるって話なんですが、もうちょっと言うと、ここのところにこういうふうに持ってきて、で、これとこれはデュアルになるんだっていう、 話が、実は、ニューランネットの関係でもとても大事な役割を果たすので、今回は、まあ、ニュートン付けを導入して、まあ、それと、あの、ハイパーサービスの関係あるということのイメージだけをお話しして、詳しい話はパート3でお話ししようというふうに思います。